スタート。魔王物語物語 RTA 第1部始まるよ。プレイヤーは右の2分だけを告げられフィールドに投げ出されます。まずはネズミを避けつつ、魔王城までお使いに行ってきます。現時点でネズミは合計2体と戦うと負けます。慎重に避けましょう。オッケー、ガラスのかけらを3つ集めると、空き瓶と交換できます。ガラスのかけらは各地にいるネブラの住人に話しかけることでももらえます。ゲームの進行グラブにもなっているので、見つけたら探しに会話してもらえ。ネブラの住人との会話などはすべてメモを取っているので、気になる人は右枠をご参照ください。あいにくこちとらお前と30回も戦ってる余裕はないんだよ。この子がナナちゃんです。ネイム、客か？アリスよ。一度ネブラに入っていないとここのルドルフは出現しませんでした。このネズミが右を向いていたらエンカウントするのでマップを出入りして調整します。この箱でガラスのかけらと空き瓶を交換できます。ファイアウェイブ習得、そのままの流れでアカウン増殖と装備をしましょう。今日の空き瓶増殖は、もっと頑張りましょう。まあいいや、誤差だよ誤差。ちょっと倍速。できるわけないだろ、いい加減にしろ。あ、キー入力のタイミングをタイマーで測ってたけどどうしよっか。この辺でしょ。このゲームは序盤のデスコンやタイムロスによるリセットでよくこの画面を見せられることから別名光を集めるゲームと呼ばれていたりいなかったりします。装備は敵地右枠に記そうと思っていますが、カッコは体力調整用、星が新たにつける装備、としようと思います。さて、本日の空き瓶到着は今日いい天気、よく頑張ったでしょう。マズーリンを蹴散らしながら進むだけなので加速。先へ進む道ですが、ちょっと寄り道して魔法の種を回収します。これは特定の箇所に植えると一定戦隊回数後に数が伸びて先にはドアゲームを入れるようになるというアイテムなのですが、その売り値なんと破格の400金、敵の落とすアイテムが10から15金、宝箱が5から10金のこの時点ではグッと激烈な値上げなので、30秒かけて回収するのもやぶさかではない。入資金が増えると相対的に旨味が増えるので即売却し、即戦力になる炎帝の剣を購入しましょう。魔法の種を売るときは道中で気力回復を使っていたら右、そうでなければ下にあります。
回復と装備と体力調整をします。さて、肝心の炎帝の剣の性能ですが、攻撃力プラス9、装備すると現在の価値にして攻撃力が倍になります。わあすごいなぁ、憧れちゃうなぁ。自陣なんでセーブします。このカエルは避けることもできます。炎帝の剣が無敵は避けた方が無難です。それカエルだよ。おそらく倒した方が早く確定でカエルにしてダッシュするので、倒せるなら倒しましょう。このスピードは何としてのドロップを狙います。クロサリーライトのエンカウントは極力避けましょう。カレー、今回はワンパンで倒せたので故障は取り下げる。カメは結構な確率でワンパンを耐えて攻撃をしてきます。この区間での回復はできれば気力回復一つで済ませたいので、このカメも避けます。クロサリのファイアウェーブが全体が制限値が高いと攻撃されます。ワンパンより上になります。またね。
ーラソードを回収。ザーラソードはくっそ強い武器の鏡です。このゲームは敏捷という数値が超重要です。どれくらい重要かというと、先行で敵をワンパンで倒さないと1ターンで戦闘不能になり、逆に敏捷が100でとある技を使うと、敵を貫通できる。といえば、少しは凄さが伝わるでしょうか。とにかく、敏捷の上がる武器は非常に貴重で、非常に重要。ということです。序盤から使えるので熟練度を稼ぎやすく、ボス戦はもちろんラスガンでも主力装備として採用され、さらに、自分の手に限り、誰のチャートでもラスボス戦でレギュラーを張り続けています。人を殺せる本の再起行動とザーラマンとの最速行動は両方装備することで互いに打ち消し合います。上のネズミが迫っているときは下から話しかけましょう。戦闘になります。ハイトの殺人ネズミは通常プレイでは避けるのではなく押し通るのを想定しているせいか、その先でいられるアイテムは激うまです。こっちは普通のネズミなんだからさっさと倒せばよいと思いました、次はネグラに戻って買い物をします。遠征の剣はもう用済みなので、君に変えてしまいまーっとリプレイ選手、ザーラソードを売却してしまったやべえ。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ザーラソード売却は実は予定調和だった RTA 第2部始まるよ。前回はその辺で拾ったアイテムを売却し、今回はその金でカラスの濡れ羽を買ったところからスタートです。当時は若く、ずっと謎のを突破するのにカラスの濡れ羽が必要でした。雪花園は、カラスの濡れ羽がないと地獄ですが、あれば逆に楽ちんちんです。特に見どころさんもないので倍速しちゃいましょ。5分もかかるのに安全なマップを等速で流して間が持つわけないだろ、いい加減にしろ。カラスの濡れ羽を装備すると、火種が5点戦闘がほぼ確定します。最大 HP33 の状態で赤犬から10体、その他の敵から5前後もらうのは痛いので、使える防具が欲しいのですね。カーソルが激しく防御してますね。移動時に上下を押したままだと戦闘時にカーソルが動くので注意してましょう。雪花園の突破方法は5通りほど考えました。ガラスの濡れ羽なしで突破。難しいです。この装備からカラスの濡れ羽をなくすと、防御が薄くなるのはまだなんとかなります。敏捷が足りなくなるので、ザーラソードを何でもランに装備するのですが、そうすると小麦粉を外さねばならず、そうなると装備での体力調整が、できなくなってしまうのですね。普通のマップならそれでもいけそうなのですが、雪花園の雪影のステルスのせいで囲まれやすく、最大 HP26 で赤犬と戦闘するのは大変危険なため、採用を見送りました。通れば早いので、できるならやりましょう。2、ザーラマントを防具ラインに装備する。ザーラマントの防御はカラスの濡れ羽と同じなので、楽ちんちんになります。ただしそうすると、ザーラマントの何でもラインにだけついている最速行動がなくなり、1戦や通常合計で30秒のロスが発生します。3、ガラスのかけらを打ってカラスの濡れ羽を買う。前一兄貴が考案したスマートな突破法でしたが、ガラスのかけらを4から9個ほど消費し、そうなるとラスボス戦で回復が高いという時間が結構あったので、別の方法を模索しました。その結果が4、30秒で30金の宝箱を開けに行く、でした。しかし、ここで30秒を失うのがどうしても許せなくて行き着いたのが、5、ザーラソード売却、です。以降の攻略難度は上がるものの、それはビビたるものか判断し、リカバリー案を繰り上げ完成したのがこのチャートです。ラストプレイヤーは、首だ。
ラットスレイヤーは序盤から熟練度を稼げる最終装備候補なのですが、30秒かけて取る価値なし、よってカット。ルドルフと3回以上会話しているので進行フラグが立っています。お次は買い物、大親父、ポジタネと犬の尻尾とリンゴを、いい値段で買い取ってくれや。ただしこの時、リンゴと尻尾は一つずつ残します。所持金960金を確認したら、汚い鏡とキッチンを購入します。この場面のためにゴキブリ先輩やイブル、ナイトバグ先輩を使おうと思ったのですが、あまりにもおぞましかったのでやめました。うん、惜しい。汚いですね。ツインテールを作成したら、鏡でポイントを交換します。今は HP アップは取りません。炎の牙習得、これで次のマップの敵にも対処できるようになりました。お次はモールのイベントです。ネブラの住人と10箇所で会話し攻撃力90以上でイベントが発生します。はい、入れろ。まあいいや、いやよくない。普通だな。このイベントの後、アルマムーンを取りに行くのを忘れる事案が多発しているので、気をつけましょう。左側にあった宝箱を取っていないのは、後で左の部屋に行くからその時に取ればいいやと思っているのですが、その前に、宝箱30個のポイントが必要なので、このタイミングで回収する必要があります。一度往復して調べ直すとアルマムーンが手に入ります。アルマムーンは武器欄でこそ弱いものの、何でも欄に移ると超強化される有能な武器です。アイテム欄で一番上に来るのも、体力調整がスムーズになっているぞこれ。さて、これから挑むダンジョンとボスについての説明ですが、山に竜がいるから倒しに行く、口からなんか吐くらしい。以上です。本当にこのゲームはこんな感じです。なので今後のストーリーは、真夏の夜の陰夢と照らし合わせて話すこととします。魔王物語の内容は3章プラス最終章、今回の話は3章の内容なので、真夏の夜の陰夢の3章と言ったら、誘惑のラビリンス、第3章からテグ、聖の裏技、通称、発信からテグ、ですね。前の回復はカットできます。この先のマップは先ほどは菊雲がいただけですが、物語に対応する主人公がパーティーに加わるとこのように単純に変わります。なぜそうなるのかは、ゲーム中で語られてたかな。ということは、きっと強くて格好良くて、口からブレードか吐くんでしょうね。
なんだこのおっさん。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。これからどんどん遅れていく RTA 第3部始まるよ。前回は、この RTA で2番目に強いボスを見事撃破し、ルドルフが仲間になったところからスタートです。ハイトに向かいつつ装備変更をしてから回復します。その回復いらないよ。ルドルフの最終装備となる強力な装備なのですが、20秒かけて取りに行くうまみはあるんでしょうか。今回は使うのでいいのですが、次のチャートでは最終装備が使えるので、どうしたらいいでしょう。ヘッドきた。雄大なるゼーネスト7のフラグを回収したら、猛烈の砂という場所でサソリバニ稼ぎを行います。これはドロップアイテムスをカウントしながら HP と HP の管理をして戦うとちょっと難しいかようですが、ラストでアーロンとの会話を打ち忘れてしまったので、それをのんびり読みましょう。チキンなんでセーブします。このマップにはショートカットがあります。修正されてないってことは使用ってことです。空き瓶増殖も空き瓶の売りね。チキンとかあからさまですからね。展開地はルスビンゴ。最初のラボバザード。HP のトリッチ。喜びの舞。この間15秒、まあセーブした直後だし全滅しても続行したことでしょう。あの赤サソリとは演化した方が3秒くらい早そう。これは自分にとっても記録回復で立て直せたでしょう。こりゃ、たまげたぜ。少しだけコメント返信など。
その先に秘蔵の宝箱があります。この300金はこのマップ2番目のウマアジでも他の人はあんまり回収してないような。ちなみにさっきの宝箱がパート1でカットした宝箱の分の補填にもなっています。そしてなんとサソリの尻尾を計3本も入手しました。サソリの尻尾と小麦粉を料理することでカンナおばさんのポジまんじゅうというアイテムができるのですが、そのアイテムでラスボスは愚か、隠しボスまでこじらせることができるのです。これ単体で最大 HP 半分は削れますぜ。おおやじ、取れたてのサソリの殻取りを、いいねー、やってくれや。30分で5万。宝箱。お願い気づいて。来たいけどね。で40秒もロスしましたとさ、ちゃんちゃん。来たよな。しくじった。インフェルノ習得、これでラスダン以外の敵には対処できます。じゃあ帰りましょう。まず年齢を教えてくれるかな。24歳です。24歳。もう働いてるんじゃん。学生です。学生。あ、え、身長体重はどれくらいなの？身長は170センチ、うん、体重が74キロ。今なんかやってるのスポーツ、そのガッチリしてるから。特にはやってないんですけど、うん、トレーニングはやってます。何ですか、今はないです。いつまで？去年ですね。うん、去年。はい。風俗とか行ったの？行ったことありますよ。水辺は長いマップなので、全滅しないようにしましょう。アヨ以外はクソダコなので、うまく巻き込みます。この区間はインフェルノを使えば火力に余裕があるので、ザーラソードの熟練度を稼ぐチャンスです。ザーラソード、名誉そんなもん。打ってなかったら落ちたかもしれないかな？よくわかんないけど。防御回復のポイントが欲しいので仲間は暇なら防御させます。ひまりはひまりません。アルマムーンでインフェルノの調整はギリギリなので、戦闘後に必ず体力調整をしましょう。燃料は炎の牙でも起きやすいので、 SP の節約でやっています。余裕のある時に来るのはやぶさかではない。この区間のドロップ150金と大変お得なので、インフェルノ収束の金策に利用できないかな。神が落とす神一派には首切りという RTA 必須のスキルがついていますが、このチャートでは神一派はいりません。今通り過ぎたところにベイという350回復アイテムがあるのですが、今回は採用を見送らせていただきます。
この時点では破格の強さなのですが、長らくスルーされてきました。その殻を、なんとかしないと思って、その活用法を模索した結果、狩るのはただのタイムロスだという結論に至りました。水辺での収入は6匹均相当、サソリ狩りをプラス分より往復のロスが多いので、ボツですね。広大な海は名前に反して短いマップなので、全滅してもロスは少なめです。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。君と全滅し合う RPG の RTA 第4部始まるよ。広大な海は名前に関して短いマップになる。全滅しても場所は少なめです。広大な海は名前に反して短いマップなので、全滅してもロスは少なめです。皆さん、集まってください。大事なお話があります。皆さん、集まってください。ひまりさん、あなたがカワードだったのですね。とても残念なことです。私は見てしまいました。あなたがアーロンさんのお金を盗むところを、すべき物語を破ってきたのはあなただったのですね。悲しいことですが、我々はあなたを罰しなければなりません。まずはアーランさんの金を返していただきましょう。たとえ200金といえど、
盗んだ罪の重さに変わりはありません。さあ早く。ガチャ。いやいや本当に残念です。愛すべき住人の一人が憎むべき敵だったなんてね。アーランさん本当に残念なことです。この度は。レイラリラさん、罠のメモ書き覚えていますか？私の金の隠し場所と口には出せないような恥ずかしいことを書いたあのメモ書きです。ええ、ひまりさんはその罠に見事にかかったというわけですね。さすがはアーランさんです。あんなメモ書き私は誰にも渡していないのですよ。え、本当に残念ですね、レイラリラさん。あなたを信用し、あなただけにこの話をします。私が全員に言ったことです。そう、全員に同じ情報を提供したのです。ただ一つだけ。誰に、どこに、何金、隠したと教えたか。この組み合わせを、話すたびに少しずつ変え。黙れ、チンポ野郎。200金くらいで、ガタガタ抜かすな。ドーン。では、煙幕だ。あれ、怒ったの。何に。お前らなんて永遠に、自己満足の螺旋を回ってろ。このラリボイスに、黙れチンポ野郎を読ませるのはいけないと思った。このマップは、全日闇金に RTA 最難関と言わしめるほどの難しいダンジョンなのですが、話すことが少ないので、完全ピックアップして後は大卒とさせていただきます。ステージ内の金額は、まんまです。ゲーム内でも特に説明はないので、解説は確実に進みます。HP 22アップのぬるぬる盾に入るまでは、決意の仮面とアルマムーンの間に脱出して体力調整。あ、そうだ。このダンジョンは第一章の内容です。まさに悪魔夏の夜を見せてくれると。クリスタ・ハタノにこのビデオに出演させられ、ただのがドラフト開始される、そんなストーリーです。ストーリー最終動画へとのストーリーの解説なんてどうしていいか上等だろ。みんなは正しい対処法を考えていただくようです。いよりは回避上昇、願いは SP 回復、どちらも適切に強いので防御しないなら使いましょう。 SP 回復を怠って迎えようとしてしまった。ちょっと選択落とすぎるよ。たまに生き残ることがあるので、何かを必ずアルドに殴らせています。この区間からゴーグランで鉄への仮面の効果を稼ぐので、カラスの目でこれとはブルーだ。あ、ウッドウォールは何でもガンでは熟練度が増えません。
集。足払いは、金賞パーで相手をエロめかせるチート技です。エロめきは、今すぐに無得点です。ボスにも通じます。クリア時に装備を置いていってくれます。もう女の子ではないってことは、あっくん。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。恵まれた師匠からネタみたいなチャートとまあまあのタイムの RTA 第5部始まるよ。前回は塔を登り、あえて詳細を語らなかったボスを撃破しました。今回は低雲のダンジョンを攻略しますよ、スルスル。
外に出るので遅れます。もうちょっとだけ続くんじゃ。戻ったら必ず自室に戻り、白い石を回収。忘れると、とんでもないロスになるよ。ショートカットに備え回復剤を体に貼り付けます。今回は体力回復を一つにしましたが、何個がいいでしょう？全1チャートではこのタイミングで文学少女を作成し、以降の主力装備として活躍させていました。今までドーピングアイテムとしてしか認識していなかったので、驚きました。穴から落ちたら程よきところで装備変更。以下の出現範囲が狭いアンドリどころ参加ないので、CD 投影会は倍速だ。インフルの中にも確か落ち
します。先ほど回収したアイテムはきめ細かい肉、掃除で HP40 に加え、使うと HP140 回復するに対応しているシューマー。約500金の損失が発生しましたが、私は元気です。とろろ、うつ頭が。サソリの尻尾確認。シューマ。こんな狭い部屋でシューマ。ぼったくりやろこれ。空港の果ての小麦粉を回収した方がいいです。どうしたらいいか。この時のルドルフは生きているのか死んでいるのかわかりません。なんか見た目上映していても戦争突入時に戦闘不能扱いになったような。この期間では闇の川のドロップを狙います。掃除で HP30 上昇、アイリスの原料になるので必ず取っておきましょう。この中から紫の目を感じるのではないだろう。多分2000人ヤギの皮むかれたわらわらおめえわらわら。この下に千金が隠されていますが、今回はひまりの HP が尽きるのでスルーするべきでした。この先エンカウントしてルドルフが攻撃されたらリセットです。するだけなので罰則。流行り病の時はマジでいいので右から等速で垂れ流します。イヤハイドとかリズベとかもいいからダウンロードして BGM フォルダ開いて全部聞いた方がいいです。ここで一つお知らせがあります。流行り病の時の対処知りません。あれ全然食らわない。典型の強運が発動しちゃったか。こいつの落とす一本物は首切り向きだか。このチャートでは不要だ。次回のチャートでは欲しいから落としてくれよな。頼むよ。この区間のドロップは他のも激うまだから金貨装備でもいいな。
今更だけど名作フリーゲームの RTA 第6部始まるよ。前回でラスダンに入るフラグが立ったので、今回はラスダンを攻略します。最後の空き瓶増殖も済んだので、ガラスのかけらを空き瓶に交換し、ラスダンを攻略しましょう。いつ気づくでしょう。いざ鎌倉、開放感、高揚感を味わいたいですからね。ダメージトラップを突っ切るために、ひまりの HP を極限まで上げます。練習では3回に2回くらいは事故ってダメってた記憶がありますが、このひまりちゃんは、ラスダンの洗礼に耐えることができるでしょうか。忘れてたー。ホワイトデー、ごめん、忘れてた。今日もいい天気。と、とりあえずラスダン攻略していくぞ。初回は安全長いから出入りしてからセーブすればよかった。この区間の対処はドミアルは装備次第でワンキルできますが、エコイックメモリがどうにもならないので足払いを使います。このドミアルにはこの装備で結構に対処します。できれば回収。体力特化装備になってないじゃないか。三角筋の損失が発生しましたが、私は元気です。当たったらかけるのな。回収してからセーブするといいでしょう。いつもより戻すだけだから、この装備変更はもっと早くてもいいです。今日もいい天気。回復剤余るから髪の毛分の SP がいらないので、回復してから装備変更の方が早いです。いざ第2マップ。あ、ラスダンの敵は落とすアイテムと名前が同じなので省略しますね。このゲームには逃走というコマンドがないんでしょうね。キル直撃ならワンパンだから、もう片方は防御でよかったでしょう。このマップは塩化回避することもできますが、宝箱と飾りのために戦闘しておきます。まあいいでしょう。
はまあまあ借りやすく、売り値もまあまあです。まあいいでしょう。流行り病の方が借りやすさも売り値もいいのですが、そこだと単純に目が育たないんですよね。コンフリクトは借りやすいけど、売り値がまず味です。なんでブレた。やべえ、また典型の業務が発動してたわ。アイリスのレシピ回収。全防具中1、2を争う超性能の防具のレシピが女の造作に置かれています。どうやら空き瓶を交換しに戻るようです。今日もいい天気。ついでにドロップ品も売却して、次の稼ぎの金額も見定めないといけませんからね。魔王物語物語の RTA では、防御回数のカウントと稼ぎの計算をしてくれる人を常に募集しているそうですよ。私はわざわざ所持金と必要レジスタンスの早見表を作りましたが、それでも見ている余裕はありません。アイリスの材料全部売却すんじゃねー。最高クラスの防具が300金へと早変わり。セーブしてなかったら即死だった。タイムロスは約36。あとアイリスを先に調理して、熟練度を稼ぎましょう。ルドルフの SP は、ラスボス戦において最優先のステータスですからね。タッパーの部分の、余裕を使えば。文学少女はデミアルエリアを越えたら、最終装備にしない限り、装備する機会はないので、すぐに使いましょう。さて問題です。私はいつになったらルドルフに文学少女を投与するでしょう。これから最終決戦に向けて最後の稼ぎを行うのですが、ただ見ているだけでは退屈だと思うので、ラスボス戦で使われる状態異常について説明します。これをしないとさすがに何やってんだあいつら状態ですからね。でも上映会はやりたいから、解説と並行してやりましょう。ラスボス戦では全形態を通して、後付け決定とフラグを立てられます。これが大好きな役場のお兄ちゃん。今日も授業抜け出して会いに行くんだ。攻撃防御ダウンに持続ダメージです。生き遅れ女教師。生来の盲目は通常攻撃の命中率が 10%、 ボス固定を含めて 9.5% になります。千歳ちゃん、相手には攻撃策を奪われた聖夜が責任でしょう。ウェリンクラブは回収されると味方を殴るようになります。サミーカを裏切った大坊が責任ですね。別れのクラブは、死亡クラブは、回収されると即死します。なんでそんなに夢中なの？下北沢暴力団員殺害事件で有名な、ダメージでいいでしょう。これらの行動に対処しながら、両携帯を処理するのがラスボス戦の肝です。次に各携帯の行動を見ていきましょう。ラスボスの第一形態は、KDS トリオを召喚しながら状態異常にしてきます。ちょっと言えばどなた、眠気はなかなかに、あらずわりながら全体を足り、よろみちにはなりません。第二形態は一点構成、一回自己強化の他は殴りだけです。突然次第で一番自己率が高いのがこの形態です。第3形態は空気です。殴りは第2形態ほど脅威ではなく、状態異常はよろめきのみで第1形態ほどではありません。
予定調和の最終決戦を鏡で撮ると立て直しの必要がないため、そして私を救った彼は何も言わずして去っていったのです。反省は内容がないよ。最終形態は自己一致レベルじゃねえぞ。最悪だよ最悪。ラスボスの行動の中で一番やばい行動の情報が大嘘になっているのですが、この RPA では使ってこなかったので、正解は君自身の目で確かめてくれ。今更ですが、稼ぎの目標は3万500金、目的は運命の打破か予定調和の収穫と最強ゲーム黒センターの購入です。ラスボス戦ではルゴルクの HP60円が必須です。黒戦艦の SP 上昇は32なので、これ一つで半分を賄えるわけですね。他の副上昇も設定の中なのですが、そのために22,000金を稼ぐ必要があります。しかし私には、この黒剣刀をカットできるチャート案があります。RTA の3つ柄に取得でき、各機ダメを抑えて SP64 を実現する組み合わせが、その組み合わせは、一応まだ秘密にしておきましょう。あ、また全滅してる。レジスタンス狩りは逆に狩られることがしばし起こります。だが、今、それも終わる。新チャートでラスボスを葬り去り、この敗北が片手間の低いだ卑劣な罠だったと証明し、このわずかな全滅履歴を拭い去って完全無欠のチャートを作り上げ、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。こっからオリチャーの見せ場の RTA 最後のブハージもあるよ。前回は上映会の裏の稼ぎで熟練度を上げる装備を買い忘れるという失態がありました。誤差だよ誤差。いや、誤差じゃないのもあったんですが誤差になりました。この辺でなんでザーラマントなんだろうって気づいててほしいです。あ、ふーん。見どころさんがないので倍速、ステージのギミックの説明はしませんよ。右枠にいない人なんていませんよ。普通のチャートは先に黒戦闘虫と鏡スキルを取るのですが、このチャートでは後回しです。妄想のマンゲット、このようにひまりの灯籠の斧の熟練度を上げて首切りをするチャートをひま切りチャートと呼んでいます。本来は灯籠の斧の熟練度が2でザーラソード軍の臨床を完全に補える予定でした。まあなくても大丈夫だと思います。天下は2体までならセーフ。特に話すことがルドルフのカラスの濡れ場はツインテールなどでも代用できます。比較的安全な演歌で他の首切りを外れていた方なのはやぶさかではない。足払い役を3人目にするチャートもあります。一長一短なのでチャートやドロップ次第で決めましょう。ザーラス版最後の山場、気合入れる。最初のマップは、相手最速で引火することで城のシンボルを逃走ダッシュで巻きます。まあいいでしょう。このマップは、こっちだったかな。あれ最初に、
生。遠征行くぞ。何回も全滅してますが前半でリトライしてるのでロスは少ないです。天狼の塔やラスボスで5分の木戻りとか普通にありえますからね。なかなかやるじゃない。この難関マップを黒テントウムシなしで抜けることができました。変更に48秒は黒テントウムシと鏡普通を取りに行きます。さっきの空間では魔王物語にまつわる話を聞けるので後で見せる予定です。防御50回が入ってないやん。戦闘時に上に防御って表示されないとカウントされない可能性がキョレゾン。するほどのミスではないけど、それじゃあこのチャートを作った意味がない。鏡ポイントが余っていたので多めに打って適当にスキルを収集しました。取ったのはルドルフの技術と攻撃だったかな。本当は竜殺しが欲しかったのですが金が少し足りませんでした。では最終セーブをしまして、黒テントウムシを回収していませんでした。これはマモモ RTA あるあるです。カノ前1や2期でさえ黒テントウムシの回収を忘れたことがあるとコメントしていました。文学少女の投与忘れもあるあるです。だから私もそんなに変なミスしてるわけではありません。前列も叱るべきところでしかしてませんしね。これだけははっきりと真実を伝えたかった。竜殺しが取れそうだったのでさらに少し多めに売却してみました。シャウトは HP70% 以下で使える自己バフです。臨床と技術が大幅に上昇し、ヨダメと必殺が微増します。運命の打破は、状態異常回復と HP 小回復です。気力回復で直せないものも直せます。予定調和の
と最終決戦は、しかるべきものが揃った最終決戦になります。あ、竜殺し覚えられた。めでてぇ。つまり狩りすぎってことなんですが、まあ狩り時間は誤差みたいなもんやし。次のチャートではあの狩りなくなるし。私いじけちゃうし。では今度こそ最終セーブをして、ラスボス戦。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。今度こそ本当にオリチャーの見せ場の RTA 最後のブハ始まるよ。前回はラス弾を突破し、ラスボス戦の準備をしました。あとはラスボスを倒し、ハッピーエンドを見て王の前にちょっと寄り道。本チャートの目玉商品、無双の羽です。これを装備し忘れてラスボスに挑んだこともありますあります。終章は4章、昏睡レイプ、野獣と化した先輩、です。みんな腐るほど見てるから流す必要はなかったな。許さぬマイザ、覚悟。決まりました、初手シャウト。お前のことが好きだ。We'll be right back.
しょよし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 よ予定調和が発動するので立て直しはいりません。時を超え、このビデオは終焉を迎える。大衆形態ではヒマリアシャウトからの飛び狙い、ルドルフは攻撃、ダイユンには回復役です。ラスボス戦の全滅270回のうちの半分以上はこの形態です。まずは完走した感想の前に謝辞を。炎帝の剣と雪花園前塗ればチャートのおかげでなんとか完走できました。放送での質問への返答およびチャートの公開にも大変助けられました。この場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。完走した感想ですが、完走できてよかったです。投資に60時間、編集に80時間くらいかかりました。ホモビデオは、ただそこにあった。悪質な任務中に捧げるつもりはなく、誰かを任務中にする意図もなく、ただ、そこにあった。それはきっと誰かの心の岸辺に流れ着き、新たなホモビデオを紡んでいく。計測終了、タイムは浮き参照。右枠で戦績流しときますね。プレイ時間はまあ、こんなものだろう。セーブは36以下だからいいでしょ。規定はいいや。ひまりの体力158には大事な意味がありました。ルドルフの気力はちはやになる予定でした。3人目の体力がなぜか低かったです。レベルが上がってないのかな、ルドルフの気力もそのせいかなと思って、文学少女の投与忘れに気がつきませんでした。この RTA の MVP はサソリくんです。尻尾も絡もみもクッソ役に立ったよ。魔王物語物語 RTA これにて完、10時間のご視聴ありがとうございました。